福島水保またまた国葬国葬と、女優におちょくられて、女優の国葬さゆりが19日、自身のツイッターを更新し、社民党福島水保党首のご食ツイートに大変、申し訳ございませんとチャメッたっぷりにコメントした。福島市は同日、都内代々木公園で行われた集会に参加し、安倍元首相の国葬実施の撤回を訴えた。 ツイッターでも参加を報告しておりさようなら原発、戦争反対、国葬反対の代々木公園で開かれた集会に参加をし挨拶をしましたと伝えていた。投稿は午後4時49分に出され、一旦削除された後、午後7時40分には国葬が国葬に訂正されて再投稿されている。 女優国賞さゆりはフォロワーから寄せられた国賞反対の時点での投稿を引用したツイートを受けて反応。大変、申し訳ございませんというもはたっぷりに謝罪形式で返した。フォロワーは巻き込まれすぎてます寛大でユニークな神対応、かくありたい大人の対応、大人美女の対応余裕が違うと笑いで返したスタンスに賛辞。 国章は賛成です、飛んだ災難でしたねと思わぬ飛び火を心配する声もあった。呼ばれもしないのに、安倍氏国葬反対だとタンクを飛ばし出没しては原発反対、平和憲法守れと関係ないフレーズをわめき散らすらしい。放末政党で一人で駆けずり回りプロ市民団体にすり寄る。確かにこのすっとん境ばばにすり寄られるも言語伝達能力は五十歩百歩。 真面目な言葉ならまだいい。この発達障害 ADHD もどきが発するツイッターがすっとん境だから話題になるのか。今度は有名女優名を間違えて発した。国賞さゆりさんのさらりと良い反応に拍手喝采。お聞きいただき感謝申し上げます。